会長にも困ったものね。あそこまでお膳立てしてあげても告白してこないなんて。かぐや様、例えばなのですが、かぐや様が真実の恋に落ちた時も今のように告白されるのを待ちますか、それとも自分から行きますか。決まって。断じて告白が恥ずかしくてできないとか、はあ、振られたらどうしようなどしょうもない理由で行われているわけではないことをご理解いただきたい。まあ私は別に。私の着替えを待ってたら遅刻すれすれですし、お一人で向かった方がよろしいかと。ダメなの、私が先に送っちゃダメなの。まどろっこしいですね。うん、かぐや様、白金会長のこと好きなんでしょ。じゃあ初期ちゃんと白金会長が付き合ったら。違います、会長に藤原さんを取られるのが嫌なんです。あれでも私の大事な友達。どうですか。あ、篠宮です。ああ、篠宮か。明日の件でお電話させていただいたのですが、今大丈夫ですか。ああ来てるはずないですから。あのかぐや様、おかわいい企みではあるんですが、その場合私はどうやって帰るんですか。え、歩いて。鬼ですか。もっと私を大切にしないと、そのうち天罰が下りますからね。天罰だなんてまさか。ね、こうなるのも読めてましたよ。だったらもっと早く止めてよ。私も今日は学校休みますから、おかゆでも作ってきます。やだ、そばにいてよ早坂。普段からこれくらい可愛ければいいのに。桃の缶詰食べたいよ早坂。はいはい、倍だったかもしれん。私、かぐや様のお世話係を務めさせていただいております、スミシエ・ハーサカと申します。以後お見知りおきを。ここまで来てビビるなよ。さあさあ。いや、でも。いいえいいえ、かぐや様に直接お渡しするのがよろしいかと。でも。かぐや様、客人がお見えです。こら、何してるんですかかぐや様。早坂も花火一緒にするでしょ。しません。もうすぐ夏休みで気持ちが先走っているのは分かりますが、風邪を治すのが先決です。意地悪、花火する。それよりもお客様がお見えですよ。お客様。ジークムント・フロイト曰く、人間の行動は欲望、意図と理性、エゴによって決定されるそうです。人間の本能は井戸を生み出し続け、エゴはそれらを抑制するブレーキの役目を持つ。ですが、エゴの源である思考力が何らかの理由によって失われたとすれば、人は井戸によって動く獣、すなわちアホになるということです。アホ。こういう時反動が大きいんですよね。一見起きているように見えますが、実際まだ夢の中みたいなものです。元気になったら病気の時の記憶なんてきれいさっぱり残らないのですよ。酔っ払いと同じです。また妙なことに。さて、私はそろそろ仕事に戻らないと。かぐや様のお相手をお願いします。わかりました。いいですか、この部屋には3時間ほど誰も絶対に入りませんが、変なことをしては絶対にいけませんよ。しませんよ。その上、この部屋は防音完璧ですし、かぐや様の記憶は残りませんので、何したってバレっこないですから、絶対に絶対に変なことしちゃダメですよ。だから私が知ってるやり方しかできない。まあ白かな。着いたら幸せが蜘蛛の子散らして逃げていきますよ。こんな感じ。はい、これでかぐや様のアカウントが出来上がりです。で、今日は花火大会に行くの。藤原さんも
今日だけはどれだけ迷惑かけても許してあげるわ。いってらっしゃいませ、ブレバ。弱り目にたたり目、弱るときはとことん弱る人ですね。会えない時間が愛を育てる。会長だって今のかぐや様と同じ気持ちでしょう。そんな中、かぐや様と運命的に出会うことができれば、今まで蓄積された欲望がいらない。ですが、花火を見てるの、せめてこのくらいはいいでしょう。かしこまりました。なんて。いかがし、毎日10時間くらい頑張ってるんだけど。主人が男に染まって変な性癖を持ってしまった。早坂はリアルな恐怖を抱いた。父親は高等裁判所裁判官、母親は国際人道支援団体の職員。篠宮の人間だけじゃなく外部の調査員も使って調べてますが、なかなか厳しいようです。そうですか。たまにいるんですよね、清廉潔白な仕事に命を懸ける人種。飛び道具は使えないかもしれません。だとしても問題、かぐやホルモンの合成量が増える好循環が発生します。いわゆる私、外で待ってますので終わったら呼んでください。早坂、私だってこの病院使ってるのにもう来れないですよ。マジ最悪。なんなのよ。どう、とても綺麗で健康な心臓してます。そんなはずない。いつまでもそうしてないで携帯を持ってきて。すごくバクバクいってます。やめて、最先端技術を使って主人の気持ちを暴くの、もうやめて。最近心境の変化とかありませんか。ああ、そういうことか。ちょっと早坂、今その話は関係ないでしょ。終わりなんです。いいよ、別の病院に。お願いですから、これ以上恥をばらまくまではやめてください。本日の勝敗、早坂の敗北。ほら、未来の旦那様で中央。さすがですね、こんな短時間で得得できるとは。かぐや様が天才だということを久々に思い出しました。平常心で挑めますね。まったく得のないことをしたがる子よね。